アブデュラリベー・アミルジャノフ・シラリベー・オグルは、アゼルバイジャン民主共和国の政治家、財務大臣や国家監督官を務め、国民議会議員でもあった。ロシア帝国、エリザベトポリ県社機に生まれた。チフーリスのアレクサンドロフ教育大学を1888年に卒業した後は、シャキランカラン、バクーなどで、教師や会計士として働いた。教育団体、 ナシュリマーリーフのメンバーでもあり、バクーではムスリムによる慈善団体の養殖にあった。1918年の3月事件の際には、ボリシェビッキとダシュナク島による虐殺から、バクーのムスリムを保護しようと試みた。同年5月にアゼルバイジャン民主共和国が独立してからは、第二大内閣において、 6月から10月までの国家財政が最も不安定であった時期に財務大臣を務めた。10月から12月までは国家統制官も務めている。国民議会には無所属で選出され、金融、財政、国政調査委員会のメンバーを務めた。また、アゼルバイジャンの対外貿易を強化するため、1919年半ばにはダヤナと社の共同創始者となっている。 これらの職務においてアミルジャノフは税制改革や銀行、食品業界の再編、統一通貨の導入などに役割を果たした。1920年4月に赤軍がアゼルバイジャンへ侵攻するとアミルジャノフはトルコへ逃れ、アゼルバイジャン民族センターに勤めた後に1948年にイスタンブールで死去した。ありがとうございます。